フィニッシュスピッツとは、フィンランド原産のスピッツ犬種である。別名は、スーメンピュースティコルバ、愛称は、フィンスキー。フィンランドに古くから存在していた古代犬種である。老いたちについては、はっきりしないが、北欧の両犬と狐の間に生まれた犬の子孫であるという言い伝えが残されている。様々な狩猟に使われた犬で、日本犬のようにパックで熊を狩るだけでなく、 ディスや鳥の量の手伝いも行った。その方法は少し変わっていて、アメリカ合衆国で広く行われているツリーイング量とも異なる。木の上にディスや鳥がいるのを見つけると、ペースの速い吠え声を出し、それに加えて、尾前後にゆっくりと揺らして、獲物の木を引く。それによって、身動きが取れなくなった獲物を主人が撃ち落とし、それをフィニッシュスピッツが回収して、 狩猟は完了する。猟犬としてだけでなく、番犬やペットとしても人気が高く、広い地域で飼育が行われていた。しかし、逆に広い地域で飼育されていたことが災いし、フィニッシュスピッツは絶滅の危機に追いやられた。ロシアとの国境地帯でも飼育されていたため、ロシア側にいたものは、カレロイコールフィニッシュライカと、ラッソイコールフィニッシュライカとして独立し、別の犬種に発展していった。 これにより、原産地フィンランドのフィニッシュスピッツのブリーディングストックの数は激減した。さらに、他県種との雑種化が進み、一時は絶滅してしまったのではないかとさえも言われていた。だが、種の生存を信じて、絶滅を防ぐために二人の愛好家が、フィンランド中を探し回り、変地もくまなく捜索することにより、多数の純血のフィニッシュスピッツを発見することができた。 この犬たちをもとにブリーディングを行って頭数を回復し、無事に復活することに成功した。1920年代にはフィンランドのケネルクラブに公認され、後にフシーにも公認犬種として登録された。また、フィンランドの国犬としても指定されている。現在でもフィニッシュスピッツの人気は衰えず、世界的な人気を誇っている。ペットや 消毒としても大人気の犬種で、一部は今でも現役の猟犬として使われている。しかしながら、日本ではまだ国内登録が行われていない。ただし、飼育のしやすい犬種であるため、今後日本で国内登録が行われる可能性は高い。その名の通り用紙は、スピッツタイプの犬種で、立ち耳とふさふさの薪を持つ。コートは厚く二重構造をしていて、 防寒性が高い。夏は日本犬のようなショートコート、冬は日本スピッツのようなロングコートに変えげする。毛色は赤みがかったゴールド。足腰はしっかりしていて、雪の積もった脳山を駆け回ることが大好きである。体高38から50センチメートル、体重14から16キログラムの中型犬で、性格は人懐っこくて寂しがりである。 運動量も普通で、かかりやすい遺伝的疾患もないのだが、唯一の欠点は、吠え声がよく通ることである。これは戦術の通り料件として使われていたためで、あるが、しつけによってカバーすることが可能である。また、体寒性は、とても高いが、暑さには弱いので、下記の健康管理に留意することが大切である。ありがとうございます。